はい、こんばんは。こんばんは。あ、遅れた。引き続きで、上から順番に、今までちょっと赤いのは飛ばしてやってたんだけど、うん、上から順番にやっていこうかなと。間違えた。後半になるとどんどん敵が、今一体だけだけど、そうだな、次回あたりから、今回は1体ずつかな、うん、で次回あたりから2体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 3体みたいな感じになってくるから、大変だなそれ。大変だなそれ。ちょっと大変に6あたりからよし行きましょう。お願いします。お願いします。さあシャース、シャース、アフレコ入れるんだよ。いや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 。お飛び出してきた。え、どこ行った？開いた。ここな、何が弱点だ？手、足、頭、角、でっか、フット、ゴツ。コウモリ？ゴリラ？どっち？なんかスマートなんかなと思ったら、立ち上がったらちょっと丸かったからだ。あ、尻尾も弱点だ。コウモリかな。コウモリのような、いて、ごっついコウモリ、ごっついコウモリだね。すごいね。角だな、あれ頭じゃねえのっていう。はい、撃ち落とした。あー、羽が邪魔で回り込めない。あ、スローにしてやれよかったな。タイミング見計らって、いて、仲間の敵は取ったるぜみたいな感じ。お前ら4人がかりで俺の仲間をポコポコにしやがって、かわいそうだろ。うわー、死んじゃったぞ。マジで何それ、いった。すげえ、なんで丸まったら注意だ。びっくり、近寄れねえ。いて、結構体力残ってたよ。残ってたと思います。一撃って。あっ、これ怒ってるからみたいな。スロー、あー、止まってるからスローなのかどうかがわからねえ。スローだ、頭上げるの超遅い。この野郎、行って。あ、しかも凍った。足が、足が凍る。あ、やばいやばい、ハイさん逃げて。あ、大丈夫だった。この非常に、こいつ怖え。やべえ、超近くに来た。怖い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 。おいみたいな感じで近寄ってたけど。攻撃すんのかなと思ったら、いや恐ろしい。でこいつがマジムカつくぜーと思ってる今。羽っていうか腕、あ、お、取れた。お、そっちも取れた。いや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 、負けたよこの野郎。いけ、ものすごい、ものすごいね。丸まった、逃げよう。あぶねえ、あぶねえ、これ。近接。あ、やばい。なんかやばそう。あ、凍った。なんで凍るんだ。おお、とりあえず。必殺技狙ってたら近寄ってきちゃったから狙えなかった。足かなんかに当たったのかな。体力回復で切りに行かなきゃ。危ない危ない、怖い怖い。どういうモーションで来るのか分かんねえからな。来た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 。攻撃が痛いから近づけない。お、頭なくなった。
頭じゃねえ、やっぱ角だったな。あ、なくなったね。角狩りみたいになったけど。本当だね。リーゼント部上にタケノコ状態になってたのに角狩りになった。怖いな。角狩りって。あと尻尾か。やべ、こっち来た。危ない危ない危ない。あ、間違えた、足やっちゃった。尻尾やりたかったのに。尻尾なのか、しっ しっぽ、しっぽと言うべきのものなのかみたいな。しっぽなの、どうしたって捕まえられない、捕まえられないかな。やべやべ、硬い硬い。お、取れた。あ、でも倒しちゃいそうな感じだな、体力的に。こっち見たい。うわ、おいったー。これ一気に畳みかけるべきか。羽は完全破壊、あ、尻尾も完全破壊できそうな。完全破壊、そのままスローで畳みかける。おお、攻撃痛かった。強かった、うん、諦めなかったね、この人最後まで。俺はやったるでーっていう。最近まで、ね、諦める敵が多かったからね。敵を取ってやる思ってたんだよ、きっと。最後まで諦めない。お、みそぎ剣だ、みそぎ剣。おお、いいね。あいつらの敵を取るまではって死んじゃったの。ちょっとかわいそうな感じで。角狩りになってまで。そう。俺の角が折れたって、角狩りになったって、あいつらの仇を取らねば。あの人たちはあの人たちの正義があるんだよ、きっと。まあ世界があるだろうからね。うん、さあ次は、次秋葉原に。秋葉原、秋葉原。ナマズみたいなやつ。ナマズ。ああ、長くなるやつだ。そうそう。の違うやつかな。全部破壊が困難な。ああ。やったるで。そっか。あれ？魚、魚の部類だよね、ナマズって。そうそうそう。そうね。そうそうそう。魚。魚のくせに。一度確認してから。あ、アイテムが落ちてる。あ、ほんとだ。先に取りに行こう。しょ。最初はこんな短いのにね。芋だね。芋？芋が手に入った。芋？あ、そうなの。攻撃いって。スロー。おい、うむくんじゃ、マジか。スローにしてそれか。スローに潜ってた。おー、ふざけんなよ。ニョキッと出てきて終わっちゃったじゃねえか、スロー。ちくしょ。面白い。停止攻撃。攻撃痛いよ。今の面白かったな。ゆっくり潜っていく様が、何もできない状態で。スローが失敗だったって。そこで撃つべきじゃなかった。ほら、
上向いてもがいてる時間が長いな。ええ、もうちょっと下向いてくんないと牙が打てない。魚の分解で硬いな。しかし硬い。やっとなんか、あー、ヒゲか、やっとヒゲか。うわ、かわされた。ちくしょ。痛い。痛いっすよ。ここだ。まだ落ちてこなかった。スロー下向いた状態のスロー。当てらんねえんだね、この角牙か。うん、そうね。あ、やばい、伸びた。伸びた瞬間ちぎり落としたね。で、いや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 、完全破壊できる場所はどこだ。尻尾だけか。狙ってるところに飛んでいくんだお前は。壊した。もう一本もらう。もらった。よしよし。顔は OK だね。あとは足とこのヒレみたいな何うウパルパ部分。魚の状態でいった。何帰る。尻尾が完全破壊狙えそうなんだけど、そんな狙うよりも他を。共闘ゲージを貯めやすくてどうしたらいいんだろうな。お、ナイス。おりゃー。うん、どうした。あ、どっちもヒレ壊れた。うん、どっちもヒレがなくなった。うん、ここにも手で壊してやった。おお。あと足か。足手一本ずつかな。尻尾も取れた。短い足がさ。足一本取れたね。取れた取れた。必殺当たれ。当たった。よし、もういだ。おお、死んじゃった。足1本残ったか。あ、1本残ったか。あ、でも結構壊したね。壊したね。魚の分際で。おお、聖徳太子。宮津姫。おお、手に入ったよ。よし、やってやった。やってやった。あと1本だったね。魚の解体ショーって感じだね。開けてない。まず周りをそがないと。なんか音が鳴っちゃった。よし、猿っていうか素材発見。おお、いきなりこっち来るか。やろう。しまたる。落ち込んないね。あぶね。軽く当たってた。よいしょ。ちょっとゆっくり。よいしょ。
うなってるね。こっち来んのかい。待てい。私そんなに怒られることしてる？待ていい。待ていい。気力がなくなった。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よじ登る、よじ登る。お、お、これだ。おお。二人がかり、三人がかりで頭をやるとあっという間なんだね。腕いただき。とりあえず回収。回収。ボロボロ取れすぎじゃない？よし。あれ、いつの間にか尻尾なくなってんだ。落ちてんだ。知らなかった。そうそうそう。いて、いて、なんだ、いて、動けねえ。こっちの腕もいただきたい。見て、公園もめっちゃ切れてる。よいしょ。お、もう一本取れた。素晴らしいね。ああ、捕まった。捕まってる。完全破壊。うん。すごいね、あと足一本か。足一本だね。うん。完全破壊。鬼の手溜まったけど、どうしたらいいかな。変身しちゃうよね、でも。変身しそうな気はするよね。完全破壊も先にかましといた方がいいかな。ちょうど隠れて撃てないな。お、来た来た。こんな隅っこに行かれても。いただき。いただき。おお。素晴らしい。足が地面に吸い込まれてったけど。ね。うん、尻尾落とす。落としに行けない。とりあえず手叩く。足落ちたかな。手狙ったはずなんだけど。いやでも足完全破壊やってるから復活はしてないみたい。うん、もったいなかったな。じゃあ、お、取れた。いただき。回収。あとは両手だ。あー、手が叩けない。こっち来いや、こっち来いや。外してしまった。死んだ。あ、違った。尻尾が手が届かない。手攻撃できねえな。ねえ、どうしようかな。こっちに来てくれないと。呼び戻すか。立つ方が向こうで戦っちゃってるからね。そう。あ、ほら、来た。向き変わった。それならよろしい。痛いから。痛いから。あ、燃えたから。スロー。なんか流してるぞ、これですね。流してる。何よ。なんかね、よだれみたいに。ああ、死んじゃった。手の前に死んでしまった。あの人の顔めっちゃ怖いな。もう鬼って感じだよね。うん。
OK、 じゃあ参戦したので、はい、一旦この辺ではい終了したいと思います。はい、はい、はい、それでは、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまた次回よろしくお願いします。お願いします。はーい。はーい。